수고 많으세요.
Oh,
これは皆さん知らない人もいるかもしれないけど、イスタンブルという曲だったけどね。いや、僕自身その元歌というかね、原曲どういう曲かよく知らないんだけど、まあ、譜面があって、まあ、昔からバンドをやってた時にさ、少し演奏したから、まあそれで演奏した。でこの曲はジプシーマンゴという次の曲はねって言って、これはね、あの YouTube とか探したけれども、この原曲というか元の演奏は発見できなかったっていう、ね、なかったから、だから譜面があるから、まあ、そのまあ、まあ自分なりの解釈というしかないということで、ですから、まあこれはまあ原曲を発見できなかったということなんでね。からもう一曲はあのガラスの部屋というね、これもね、あ、なんだ、あの原曲は YouTube で聞いたと思うけど、まあヒロシっていうね、我々芸人がまあテーマソングを使って、まあそういう最近は有名になったことだけど、まあもちろんその前からねあるんだけどさ、
まあ、あの、まあ、今、リシナもやし、まあ、ノンリエとやってるけど、まあ、あの、まあ、こうやって、まあ、僕を選んできて、まあ、演奏する曲っていうのは、まあ、まあ、でも、まあ、暗い曲が、まあ、多いね。マイナー、短調のね。まあ、それは、まあ、そういう曲多いとか、まあ、僕の好みでそういうの選んでいいとかいうこともありますけど、まあ、こういう、まあ、暗い音楽で申し訳がないけど、ね。でからさっきのほらあの芸人のほらヒロシのさガラスの部屋にしてよ、まあ、今度は、まあ、映画音楽ですけど太陽がいっぱいプレインソレイユ、まあ通俗的なっていうか、まあね、そういった音楽では申し訳ないんですけど、まあまあ、私はこういうのしか弾けないっていうか、まあ、クラシックはね弾けないからね、ですから、まあ、申し訳ないんですけどね、こんな音楽ね